分できとるはずです。ツイッター確認します。オーケーです。オッケー丸。アメブロ持ったかな。あ、来てた。こんばんは。今日あんまり見ないでください。なんだよって感じですね、いきなり。去年新公演のレッスンをしてて、 K2 のなんかみんなで汗かいてね、頑張ってね、たらね、なんかもうボロボロ。すっぴんだしさ、もう前髪パラパラだしさ、解いたけど、だから遠目配信。そう、今日いつもとねあれなんですよ、配信する場所が違うくて。今日もいるよ、こやつ。そう、今日はね早め、駅の部屋じゃない。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、そう、アメブロ上がってるか見ようと思ったんだ。えい、上がってない。なぜだ。あー、上がったら見てください。何話そうと思ったんだっけ。そう、この部屋ね時計が今なくて、なんかいつもならねここにね大きめの時計がねあるんですけど、なんか壊れてずっと2時40分なんですよ。そう、だから今ね直そうとしてないの。だから携帯持ってるからいいけど、いかに携帯が便利なのか気づきましたね、改めて。で、充電切れとかじゃないんですよね。なんか、なんだ、電波のやつ。2時40分じゃないかもしれん。2時、何分やろ。わからん。やめて、変なこと言うの。もうほぼ治ったんで大丈夫です。あ、ここにあった、ちっちゃい時計。びっくり。ここに大きい時計あったのにないって騒いでたら、ここにちっちゃい時計があった。衝撃。多分これ古いのに知らんかった。びっくりぽんや。その通り。あるんかい。なんかさ、今日は普通に眠たいとかじゃなくて純粋に疲れたので、なんかコメント欄見てぼーっとしちゃう。ぼーっとする、ひたすら読んでしまう。みんなありがとう。なんかあの時計書いてくれて、このちっちゃい時計めっちゃ優秀だ。あのあれ秒数までめちゃくちゃ正確。ありがたい。だからさ、
ちゃんと12時でこのショールーム終わる時も分かりますね、秒数まであるから。今日全然眠たくないです。さっきまでメンバーと一緒にいたから、はいはいはいってわけじゃないけど、相棒です、イエーイ。そう、めっちゃね、純粋、なんだよ、純粋ってめっちゃ順調って言おうとしたの、レッスン、あのレッスン順調っていうコメントをやってめっちゃ順調って言われたら、めっちゃ純粋って言ってた。ああ、しょうもないことで笑えるんですよ、私ごめんなさい、笑いのツボがめちゃくちゃ浅い、基本的に何でも笑う。そう、キョケ2のレッスン、あの集まれる子でレッスン進行へと、楽しかった。またドラマ出て、出たい、ぜひぜひ出たい。もうあれ、ん、もう私さ、初めてあのドラマっていうか、あの演技させてもらった時からもう2年以上経ってるのかな。2月に抑えろやったじゃん、大阪公演舞台やったじゃん、8月っていうか9月に大阪公演東京やったじゃん、あれあれ1年か、あ1年かあ1年ボケてたどこだ空白の1年1年だね、ごめんなさい。そう、職場の王子様っていう東海テレビさんのあの1話限定っていうんですか、1話完結編みたいなやつで出演させてもらって、そこで初めて演技させてもらったのですよ。そう、私のなんていうんです、主人公は女性の結婚、職場の王子様っていうあれドラマなので、職場をテーマにしたお話で、主人公がウェディングプランナーの女性で、私のお兄ちゃん役の方の方と、何、ラブ結ばれるみたいな感じでしたね。私の役はその主人公の女性の方の相手役っていうか、のお兄ちゃんの妹役で出演させてもらって、懐かしい、めちゃくちゃ、んあれ良かったよね、ありがとう、ボイメンの人だ、そうです、あのボーイズ&メンさんの田中さんが私のお兄ちゃん役で、だから地元での放送だったからこそ、2つのアイドルグループがやっぱり愛知県東海地区を中心に活動させてもらってるので、すごい、なんて言うんだろうな、地域に愛される一つのドラマになってたら嬉しいななんて思います。そう、香織さんのよくご存知で、よかったよね、ありがとう、懐かしいな、結構見てくださって
る方いるんですね。あれよかったねって、一瞬恋人かと思った。そうそう、そのドラマのねシナリオの中に、私のお兄ちゃんがずっとその主人公のことを好きだったんですよ。ラブで、ようやくこの主人公の女性の方もこのお兄ちゃんのことが気になり始めた、あーって思ってたところで、私とお兄ちゃんが会話をしてたんですよ。その花束を持って会話をしてたんですよ。その場面を遠くから主人公の方が見てしまって、私のことを妹とは思わず恋人で、さらにバラの花束を私持ってたので、あのプロポーズしてるみたいな感じで勘違いをされて、はっ、っていう感じのところにお兄ちゃんがさっと駆けつけてプロポーズするみたいな、勘違いだったんだよっていう、あれ妹なんだよみたいなお話やって、本当に思い出した、本当いいドラマだったね、ありがとう。嬉しい、もう懐かしい。え、あん時の裏話めちゃくちゃあるからさ、なんか今ここで一回流して、それをみんなの皆さんに見てもらった上で話したい。無理か、無理だ。少女漫画みたいな。そう、おじいさんも胸キュンしました、ありがとうございます。確かね、期間限定で YouTube にね公式で上がってた気がするんですけどね。あ、録画してあるの、ありがとう。ぜひここで流してほしいぐらいだけどね。録画撮ってあるからまた見よう。おー、ありがとうございます。ね、いっぱいあるのだけどね、多分ねここで言ってもね多分通じないなって、通じないこともあると思うから、またいつか機会があれば。ああ、やっぱり YouTube であったんですね。それで違う地域にお住まいの方も見てもらえてて、私よかったなと思って嬉しかった。懐かしい、あの日から始まり舞台にも出演させてもらって変わりましたね。またやりたいなって思いましたもん、演技。そうそうそうね、そうだよね。忘れることはないですけど、あの時間が迫る前に、時間が迫る前に、ここで一日一投票したいと思います。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。なんだこれ、あれ、よし、あれあれ、少々お待ちを。あら、あった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 、よかったよかった、えい、すごい、この私の頭上を見られるっていう。どんな曲笑われた、作詞作曲よく歌っちゃうんだよね。よし、投票します。やばいやばいぞ、推しメンがバレる。今日は HKT モバイルから投票しようと思うんですけどええー、推しメンバレるのやだな、くそ。推しメン登録したんですけど、最近普通に全然話したこともないですけど、なんかひたすらもう本当に昔から可愛いって思ってた子
自分登録しちゃった秘密言ったら好きになっちゃうでしょ、みんな知ってるぞ。よし、スキーポテトチームケーツ竹内咲。今日もしまーす。いきますよ、投票まで。あ、そう、スクショしてあのツイッターとかぜひ載せてくださったら嬉しいなって思います。いきます、3、投票いきます、せーの、ポチッとな。出た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 、噛んだ、できた、ほほほー、いや、よかった、よし、スクショ、えい、できたー、よし、今日も無事皆さんの前で一致投票できることが できたすることができました。よっ、スクショ OK ありがとう。イエイ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 、なんかね、今日妹がねまだ勉強してるんですよ、このお家、あの実家暮らしなんでみんないるんですけど、あの妹がねまだねテスト勉強しててね、覚えれないって言ってたやつがあって、なんか私が教えてあげるみたいに言ったらね、お姉ちゃんわかんないってね言われた。くそー、妹頭いいんですよ、の優秀、妹のがね頭いいんだよね。そう、私はもう中学校1年生からあの SKU48 の一員として活動してて、学校に行くことがね、いやできたんですよ、全然行ってたし、大好きだったんですけど学校、ただやっぱりちょっとみんなに追いつけない部分も少々ありまして、少々そうだからね、部類なんていうの、すごいこの時期忙しくて全然行けなかったみたいな時のものが本当にできない、できるものとできないものの差が激しいんですよ私。うん、でバカではないと思いますけど、うん、だってあれ なんか覚えてますかね皆さん、え、なんだっけ、なんかの企画忘れた、なんだっけなんだっけ、あのさ、まあ、握手会の時、握手会なんかメンバー全員でさ、あ、ゼロポジのインテリゼロポジだったかなの時にさ、なんかみんなで握手会の時に書いたんですよテストね、私もう多分言っていいんですけど、私ね、その予選っていうのかな、そのゼロポジインテリとゼロポジおバカさんを決める時のやつのテストの、その出演権をかけたテストの結果が、あのね、社会が1位だったんですよ。イエーイ、これも多分言っていい、わかんないけど、秘密なここだけな、すごくないですか、全メンバーで SKE1 位で、そう、社会
そう、結構今も結構バカにされたけど私。そう、すごくない？ SKE みんなだよ、全員。そう、全員で社会が1位で、もうびっくりして。で、本当は多分それ結果とか言っちゃいけなかったんですけど、メンバーに教えてもらったんですよ。なんかそこだけはすごい。まあ、ただ残念ながら本選には行けなかった理由としては、あの数学だけ、数学が本当に衝撃的にできないっていうね。そう、歴史好きだからね、できる。歴史とか、なんだろう、地理とかも好きだし。あ、でもその問題自体は、あの中学生のメンバーとかも当時いっぱいいたので、レベルとしては多分ちょっと低めに設定はされてたんですけど、嬉しかった。やったー。そう、理数系が苦手なんですよね。文系は得意なんですけど、結構ひどかったってわけでもないんですけど、本当にね、なんかね、やっぱ本選に出すレベルのものではなかったね。社会オンリーだったらね、全然いけたと思うんだけど、ね、もう一生、僕もイエイイエイイエイ。うん。で、私何が得意だったって、美術が得意で絵できないんですけど、あの、なんていうの、絵とかの美術じゃなくて、その色彩とか、あと物を立体的に描くとか、うん、なんていうの、イラストとかそういうセンスは本当ないんですけど、そう、あの色と、何だったかな、私学校で美術1位になったことがありましたもん、全然。うん、なんでだったか忘れたけどね、なんかね、美術はね、答えたりする、イラストとかじゃない記述の普通のテストはすごい得意でした。イエーイ。皆さんよくさ、私最近って結構昔からバカにされるけど、そんなことないんだよ。ブログとか書くの好きだし、本読むの好きだから、漢字も結構私詳しいと思ってる、勝手に。本当にあれだけできないけど、数学と理科。おい、えいや、ほう、ピザ見て、あ、元バスケ部だから、ほう、得意だったんだよね、昔。何の話だってね、急にね、先までテストの話してたのにね。フェイ、そう、元バスケ部。え、びっくりされた。嘘、そんなびっくりする？元バスケ部でーす。元、何やってたかな、私過去。いっぱいやってました。部活としてやってたのはバスケ。スポーツだったらバスケだけど、あとあれもやってた、バドミントン。あとね、習い事としてだったらテニスもやってたし、水泳もやってたし、あと何やってたかな、忘れた。結構いろいろやってたんですよね。とバドミントンも部長でした。バスケはね、なんかね、あの、初めて言うか、別にそんな大した話じゃないですけど、バスケ部に入ったのは、なんか周りの子たちよりもだいぶ遅く入って、
その時全然違うことで忙しかったっていうかだったんですけど、なんかみんなバスケ部の子たちがキラキラ輝いてるのを見て羨ましくなって入った。だいぶ遅れて入りました、みんなより。でもそんな、なんか途中で入ったくせにすごいあったかく迎えてくれて、で私も私でやるならとことんやりたい派だから、レギュラー取る気持ちでやってたな。でそう、試合にも出させてもらえるようになったりして楽しかったです、すごく。今でもやれって言ってもね、当時はね身長もそんなにみんなと変わんなかったからね、あれだけども、今もチビだからね、あの小学校中学校とかなんて言うんですか、ゴールの高さがさもう違うじゃないですか、年々ね高くなっていくじゃないですか。もうね耐えられん、小学校までって限界。足はね遅くなりました、今。昔は早かったです、基本3番以内に入ってた。そう、もうね身長伸びないんだよね、残念ながら。あれぐらい上がったかな、この話をしてる間に。いや、がんない。なんで。書いたのに、もう1時間ぐらい前に書いて送ったのに。でも私運動神経いい方でしたよ、昔。今も結構多分いい方だと思う。長距離走ること以外、あと何、持久力以外なら結構いける気がする。だってさ、昔体力測定とかあったじゃないですか、わかるかな、なんかあの反復横跳びとかボール投げとか、わかる、そういうやつ、そういうやつね。あれなんか A 判定とかあるじゃないですか、何判定と B 判定みたいな。私いつも A 判定だった。そうそう、 A 判定。そういつもね A 判定、なんかできちゃった昔は。今はそれができないんだけど、そう、なんか A 判定になるとあれなんですよ、私メダルって書いてか書いてる方もいるんですけど、あのカードみたいな、体力書みたいな、わかんないけど、なんかねもらって、それをなんかなんだっけ、そのおじいちゃんとかさ一番したくてさ、いつもさ自分のお財布のさカード入れのところにさ入れてた。入れていつも会うたびに、でねー体力証もらったーみたいなやってた。そう、でも今めっちゃ足遅くなって、 SK に入ってからね足遅くなって、めっちゃなんでだろうね、なんか疲れが来るのが早くなった。また運動会やりたいね。でも AKB なんだっけ、 AKB グループチーム、グループチーム対抗、 SK の中でもチーム S チーム K2 チーム E って分かれて運動会やってたので、なんか次は普通に、なんだろう、あの SKE 運動会やりたい、 SKE 大運動会、 SK2E 研究生って分かれるか。でも人数が違うからな、1期2期3期4期、なんかさあれでもいい、くじ引きとかでチーム赤白とかさチーム決めてさ
やりたい。運動会、運動会大好き。ファンの方もさん、あのあれ応援席ボードとか赤組頑張れーみたいな感じ。ねランダムでやるのも絶対面白いよね。当日になるまで誰がどうなるか分かんない。応援会やってみんな参加したいの？すごいことになるぞ絶対。ひたすらシャトルランしたい。いやだー、シャトルラン嫌いなんだ。もうねシャトルランきついんだよ。体力だけ本当にないからね。K2 でさピクニック行ったりするんですけど、その時よくドッジボールとかやってたから、なんかやりたい。またなんか眠たくなってきた。子供かって言われるよこうやって。急に眠たくなる私。眠たいのよ眠たい。多分踊ったからだよ。踊ってさ美味しいもん食べてさショールームしてなんか楽しくて眠たい。そしてブログを書き終わった、あー書き終わったっていう解放感で眠たくなる。いつもブログ書き終わるとは寝る時間だなって思う。また明日も配信しよう、しようって明日はねお仕事の関係でね早くなるか遅くなるかまだ分かんないんですけどね。うん、また見てくださったら嬉しいです。ねえ本当にごめんって、また変な動きとか書かれた。いやそうなんか不意にやっちゃうの自分でもやめたよね。明日も楽しみにしてるよ。ありがとう。また眠たくならないようにします。一緒にいたら楽しそう。楽しいと思うよ自分で言うなってね。じゃあ皆さんのお言葉に甘えて今日はもうドローンしようかな。眠たい眠たい眠たい。眠たいよ。でもアメブロ見てくださいって言いたくてさ、その話もしたかったのにさ、アメブロがまだ載ってないんだよね多分。載ってるのかな。載ってないわ。なんで。なんでやねんねんねん。ああ。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。
コメント欄がなんでやろう、なんでだろうと懐かしいで埋まっとる。誰かこの子のスイッチ切ってあげて。嘘だよ、やばくないよ。でもね、なんかこの今いるお部屋のあの隣でね、お父さんがねいるんですけどね、向こう側に。お父さんにね、なんかショールームするから、なんかなんていうの、こっち来ないでみたいな、あの部屋ここ使うねみたいな、ほんでね言って、静かにし、ちょっと静、ちょっとの間静かにしててねなんて言ってね、そしたらね、とか言って登場する気満々だったから引き止めてきた。だからもうパパにもう終わったよって言わないと、パパ来るかもしれないから、パパ来る前に終わんないと。あくび映った人多くない？イエーイ。パパね、全然パパは先に激甘です。あんまあまあのパパ。ね、もどうだ、壁に耳つけて弾いとるかもしれん。絶対寝てないよ。よし、もういい時間じゃない？しかもこうやって喋ってる間に強制終了させられるよ、これ。知ってるんだ。待って。不思議な現象起きてる。1位の方が見れないという。じゃ、13位から発表していこう、今日は。13位、さおつさん、ありがとうございます。12位、石田さん、ありがとうございます。11位、ヨーシーさん、ありがとうございます。10位、しげさん、ありがとうございます。9位、ハイローつばささん、ありがとうございます。やばい、こうやってさ、近くにさ、こうやってコメント読みに行くと、前髪がいかにレッスン後って感じのか分かるね。見ないで、見ないで。8位、よしおちゃん、ありがとうございます。イェイイェイ。7位、まさぴろあっとまっちさきさん、ありがとうございます。6位、ゆうきなおとさん、ありがとうございます。5位、わお、見えないよ、動かないよ、たちさん、ありがとうございます。4位、つとむさん、ありがとうございます。3位、ひろぴーさん、ありがとうございます。2位、たかじゅんさん、ありがとうございます。1位の方がいないという大事件勃発してるので、見えてる方は皆さん教えてください。助けて、あと3分の間に、あと3分の間に皆さん助けて、お願い、カモン。ありがとう皆さん。1位、内田さん、ありがとうございます。今日はね、本当に前髪パラパラ配信というの、前髪パラパラ眠たい配信名付けるとすれば、それすればって。こんな私ですが、本当に本当にありがとうございました。楽しい時間を今日も過ごせて私は幸せでした。アメーバブログ上がったらぜひ見てください。明日も配信するので皆さんお楽しみに。では素敵な夢を見てください。おやすみなさーい。